おはよう。高橋、私の朝の時間邪魔しないでよね。はいはい、悪かったですね。ああ、もう卒業したら高橋との顔合わせなくて済むと思ったのにさ。悪かったな、同じ大学で。おはよう。おはよう。おはよう。また喧嘩してんの？ほんと仲いいよね。どこが？ほらー。めっちゃ揃ってたけどね。揺れてる。卒業式まで残り1週間。気を抜かないように最後まで気を引き締めていきましょう。後輩たちのお手本となるような立派な態度で過ごしていきましょうね。3年間あっという間だったな。どうだ、あっという間だったな。何これ。おい永井、ちゃんと話聞いてんのか。すいません。あ、高橋、後でちょっと職員室まで来てくれるか。はい。じゃあな。バイバイ。進路のことだけど、本当にこれでいいのか。はい。本当にいいのか。こんなチャンスなかなかないぞ。映画祭で賞を取った自主映画がアメリカのあんなに大きな制作会社の目に留まるなんて。それでインターンで雇ってくれるって言ってんだろ。いいんです。でもさ、お前夢なんだろ。もう決めたことですから。分かった。そうでしょ。